私はビジネスマン、言い換えれば商売男。なぜ言い換えた？12番道路。なんて？ちょっと待って。下潜り看板。ポケモンの強さを見るで Y ボタンを押してみてください。基礎ポイントがどれだけあるのかグラフでわかります。アドバイスを頼まれたキャプテンマーマネからでした。おお、ありがとう。12番道路、岩ゴツゴツのワイルド道路。ワイルド道路、いいね。お、ほんとや、なんかめっちゃ岩ゴツゴツしとる。おーい、やいな。もしかしてここがキャプテン？出会えてよかった。探しておったのじゃ。裏裏を巡るなら、バンバドルに乗れた方がいい。遠慮するな。アーカラでのお礼だ。あ、なるほど。何？ライドポケモンくれるってこと？アイナのライドギアにバンバドルが登録された。マリエで出会った時に登録できればよかったのだが、リーリエが綺麗で驚いての、すっかり忘れておったのだ。ええー。そしてその他が困っているタイミングを見ていたのではないぞ。ヒーローは遅れて登場するっていうけんね。まあ、ヒロインか、ここは。ヒヒューン。次の試練ならまっすぐ進み、カプの村を目指すといい。アイナの島巡り、ハプーンも応援しておるぞ。でもこの子も絶対どっかのキャプテンやと思うんやけど違うんかな。僕バンバドル大好きろと。だってなんだか強そうだろ。ってことはこれで、あれどこか、ここか。リザーバンバドロダッシュ。じゃあバンバドロダッシュを。なんか超遅いんですけど。B ボタンを押したら早いってことかな。12番道路キングとは私のことです。戦いたけば12番道路のトレーナーをすべて倒しなさい。頑張ります。これじゃないとここを渡れんってことかな。あれに荒れた荒れ地。だがバンバドロの出しなら平気よ。ん？女の人？男よね。あ、言い方が違うかな。バンバドロの出しなら平気よってことか。アイナは火傷直しを見つけた。そしてここに、不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。よし。なんかダッシュ以外は常にすんごい慎重に歩くんやな。ね。でもこの辺もなんか、落ちてそうな予感がしたけど、別に何も落ちてなかったな。お、トレーナー、ん？スカルダン？弱っちいトレーナーはよ、負けをポケモンのせいにするんだよな。アローラの天気が良すぎて暴れたい気分わかるでしょ？わからんわ、そんな気持ち。そんな風に思ったことないわ。バッドカップルのヨーコとレイジが勝負を仕掛けてきた。バッドカップルって。おお、二人一斉にか。おお、ワルビルとヤンチャムってあれじゃない？両方とも不思議のダンジョン出てきたよね。はい、それじゃあ、戦う。あー、ギガインパクトがもう少ないよ。いや、しかし。そして、Z パワー。わだつみのシンフォニア。ヤンチャムで。あー、あのヤンチャム女の子なん、いいね、いいね。さあ行くよ、アシレーヌ。ジェットパワーを体にまとった。さあ行け。この、はぁーって送り出す感じもすごく好きやしね。あ、ほら、もうあの、上を見ないことがありえないんだけど。まっすぐと前を見つめているヤンちゃん、どこを眺めてるんだ。相手のヤンちゃんも倒れた。だって絶対、わかるよね。上見上げるよね、あれ。上見上げて、うわーぐらいの反応はして欲しかった気が。お、イワンコがレベル42。ここは、何タイプ？ドラゴンとかかな。あ、当たらんかったし。のしかかり。ワルビル。からの、フェアリーとか。あ、でも水の方がいいかもね。アクアジェットで。アシレーヌ、アクアジェット。
おお、一発やん、効果抜群。地面系やったかな。カビゴン出番なかったね。アシレーヌはレベル44に上がった。イエーイ。お、新しくムーンフォースを覚えたい。ムーンフォースってどんな技やろ。何系の技？お、フェアリーやん。月のパワーを借りて相手を攻撃する。相手の特攻を避けることがある。避けるじゃない。相手の特攻を下げることがある。威力は95。結構やで。結構な感じやで。魅惑の鳴き声出して相手に精神的なダメージを与える。攻撃は必ず命中する。こっち40なんよね。これいらんかな、チャームボイス。1、2の、ポカン。アシレーヌはチャームボイスの使い方をきれいに忘れた。そして、アシレーヌは新しくムーンフォースを覚えた。やったね。バッドカップルのヨウコとレイジとの勝負に勝った。So bad。やだやだ、悪いの俺でいいからもう一丁。どういうこと？俺バッドボーイ。諦め悪いんすよ。諦めてね。つうかさ、バッドガールって呼ぶなよ。どう聞いても悪い子だろうよ。悪い子にしか見えないよ。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。今何パーセントぐらいやろうね。ここ通れんやん。だーし。おし。おし。ああ。あ、ここは一体野生のポケモン何が出るんやろ。お、エレキッド。あ、でも今試練中剣捕まえれん。ほい、ということで、のしかかり。いいね、エレキッドかわいいよね。エレキッドがエレブーになるんやったっけね。エレブーとか懐かしい。でもエレキッドとエレブーって見た目全く違う気がするんやけど、どうよ。よし。お、なんかスタスタと歩き寄るやつを。来いよ。ポケモン勝負は人生です。僕たちの僕たちの生き様をぶつけます。どうぞどうぞ。ホープトレーナーのヒロキが勝負を仕掛けてきた。僕たちっていうのはポケモンを入れてってことかな。ズガイドス。へえ。え、なんかこれはこれで、何かから進化しそうな感じの。ね。型破りだって言われても何をどうされるんかがよくわからんねやけど。とりあえずのしかかりを。いけい。おし。のしかかりで一発ってだいぶやね。しかも効果抜群なわけでもないし。ホープトレーナーのヒロキとの勝負に勝った。勝って喜び、負けて泣く人生です。そんなもんよ、人生というのは。勝っても負けても僕の人生は続きます。ずっとくよくよしてられませんよ。まあね、大丈夫よ。この勝負に負けたら死ぬとかそんなことじゃないけん。お、アイナはすごい傷薬を見つけた。間違えた。ほい、じゃあ次こっちの。ガタガタ鳴っとるところを。あの岩山の部分ではポケモンは出てこんのか。なんかちょっとあるかなと思ったんやけど。あ、あそこに。アユナはプラスパワーを見つけた。よし、オッケー。あのお兄さん。お兄さん。ちょ、私の話を聞いてくださいまし。お、鬼。この草むら以外の場所から話しかける。命中率の高い技、威力の高い技。実験させてください。実験は大いに結構ですけど。みんな研究熱心ね。研究員の小一が勝負を仕掛けてきた。さあ来い。おお、ポリゴン懐かしい。いっけ、カビゴン。お、何？ポリゴンのダウンロード。攻撃がアップした。カビゴンの Z パワー。
さあ、行け。行け、カビゴン。カビゴンは Z パワーを体にまとった。さあ、全力の Z 技。キラーン。本気を出す攻撃。よし。いけいけい。バラッバラになるよね。ポリゴンが何かはちょっとよくわからんけどさ、ブロック的な感じに見えん？ブロックの集まり。研究員の障子はレアコイル、レアコイル。レアコイルか。いや、じゃあ言わんこで言っとく？よし。言わんこおいで。よし。行くぞ、レアコイル。岩石封じ。これ結構効くんじゃないかなって思うんやけど、どう？はっ。効果は今一つ。なんてことだ。あれ、電気タイプに効くのって、なんやっけ？岩は効かんのか。マジか。噛み砕く。普通にあれ？あの、なんて言うんやっけ？あ、なんか、地面とか、その辺が効くってことか。いけい、ワンコ、噛みつく。よし、オッケー。いや、これって砂かけとかその辺の技でも、Z リングは反応してくれる？技の性能だけでなく、相手の思考も積まない。相手の思考も読まないと。そう、それ大事よ。てか、そこしてなかったんかい。国井博士ご存知ですか？ポケモンの技を直に食らって威力を確かめるために、体を鍛えているんですよ。知ってる、知ってる。何それ、この辺に書いてるとかかな。書いとったら恥ずかしすぎやと思うけど。ん？これ以上行く場所が、こっちの方かな。地熱発電所、地熱発電所？何それ何それ、行っていいの？ホテリ山。お、トレーナーやん。私はビジネスマン。言い換えれば商売男。なぜ言い換えた？ビジネスマンのサトルが勝負を仕掛けてきた。ビジネスマン久々やらない？ん？てか勝負自体は初めてなんかな。おーし。間違えた。ここは、ピカチュウで。全部効果抜群やで。いっけー、ピカチュウ。何、アクアテールって。アイアンテールみたいな。おーし、ピカチュウ、ボルテッカー。おし、一発。効果は抜群だ。おー、反動によるダメージ。で、まだいる？おー、おるね。鬼ドリル。大丈夫、このまんまで。さ、多分これで最後やろ。ということで。さあ、必殺のピカチュウと食らわせてやろうじゃないか。いいね、いいね。このピカチュウの手の短さもなんとも言えん。ピカチュウが解き放す全力の絶対技。いけい、必殺のピカチュウと。どうよ。効果は抜群だ。やったね。多分普通の技でも一発やった気がするけど。ん？私のポケナーってなんや。パートナーは商売ポケモンなのか？なぜ？逆に1200円とか払ってますけど。
あ、話してなかった。ポケモンでビジネスしたいね。例えば何でも生えてくる魔剣狩りのハサミを使うとか。あ、それは確かに儲かりそうかも。あ、ここにも。これはオリンといかんやつやね。ちょっと待って。あ、乗り換えただけやし。あ、そっか、ここでやらんといかんのかも。違う違う違う。はい、降りる。そして、はい。不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。今何パーセントぐらいかな。ん、これはポケモンセンターで合っとる？いや、違う。研究所？ようこそ地熱発電所へ。あなたも電気にしちゃうわよ。え、どんな脅し、嫌だし。社会科見学なので、ナシーバスを貸し切ってきたよ。いいね、いいね、社会科見学。昔から楽しかったわ。ようこそ、地発、ん？地熱発電所へ。いろんな説明をじっくり、いろんな、ん？いろんな説明をじっくり、ねっとり、たっぷり読んでくださいますね。説明書をそんな風には読まないけど、私は。すげえ、なにこれ、ダンベル？地発発電、地熱発電によって動くで、電気タービンの数、電気タービンじゃない、蒸気タービンの模型だ。僕は地熱発電所の研究員です。ビリリバリリ。なになになに、どうした？バリリビリリ。なんか興奮しとるよ。もうコイル。いっぺん電気を食べたら停電するって言ってるだろ？びっくりびっくり。いやー、驚かしちゃったかな。あのコイル、実は僕のポケモンなんだ。驚かせたお詫びに技マシンをあげるよ。驚かすっていう技？違った。技マシン63、差し押さえを手に入れた。差し押さえって。コイルは電気が大好きだけど、うちへも電気が止められててさ。だから時々職場に連れて帰ってきてるんだ。うん。ここで作られたばかりの電気は一味違うようだしね。マジか、電気食べたことないけんよくわからんけど。お、なにこれ、待合室？いいね。マグマの鎧という特性のポケモンは壊れつかないんだよ。その特性が欲しいです。地底からすごくてでかいポケモンとか出てこないの？どうなんやろ、私はここの人じゃないけんちょっとわからないな。先生にわかるのはポケモンと火山の凄さだな。先生、しっかりして。裏裏に火山を生み出したのはでかいポケモンではなかろうか。であれば、わしらはポケモンに生かされていることになりますの。あれこれ、博士じゃない？ほらほら。やあやあ、アローラ。アローラでは火山爆発でマグマが細く長く。そう、まるで髪の毛のように、髪の毛のようにな。岩石ガラスが見つかります。ですが、ティグザの髪の毛は金属質のヒゲでしてな。周りを調べるセンサーやコミュニケーションを使っておるぞ。さてと、君にはこれをあげましょう。なになに？アイナはルアーボールを手に入れた。ありがとう。ロトムのためにもポケモン図鑑の完成を目指すのですぞ。まだね、ここまで来て 30% ぐらいしか埋まってないよ。どんだけいると思ってんの、ポケモン。あ、出れてなかった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。